してください。はい。いただきます。いただきます。これ食べよ。野菜から食べようのね、これは。何にも言わないですね。なんか言おうか。今日はナナとモモとレオは先にもカレーを食べちゃいました。はい、だからやっぱり幼稚園から帰ってきたらお腹が空いてるのと、夜ご飯の時間まで待つと疲れてしまってご飯が食べられないようなので、先にあげる方がいい気がします。はは。だから今はサラダと味噌汁とおやつだけです。あしたと昨日は、あしたと昨日、うん、お餅つきた。あしたはワクワクキッズで、金曜日はお餅つきです。その次は秘密です。あ、なんかね、父ね、またもしかしたらね、明日、明後日休みじゃなくて、土日とか日月とかちょっと休み変わるかもしれないけど、まだ明日行かないと分かんないって、あ、今日行かないと分かんないって、うん、そのなんかね、なんか働いてる人の家族が亡くなりそうな感じなんだって。だから、それはしょうがないよね、うん、家族が亡くなりそうならしょうがないよね。そうそう、亡くなりそうだから休み、その人がさ、亡くなったら休み取んなきゃいけないでしょ、うん、そしたら父ずっと休めなくなっちゃうから、どっか間で休みを入れるって感じみたいなことを言ってたよ。亡くなっちゃったらね、休めなくなったら、そうだし、亡くなる前とかもさ、家族呼ばれたりとかするから、ちょっと結構休んだりするから、うん、直接の親らしいからさ、その人の奥さんのお母さんとかじゃなくて、その危ないで味噌汁、うん、今ひっくり返るとこだったよ、直接のお父さんかな。帰ってないから。え、なんかあそこの刀とかすごいひっくり返ってるよ。あれ直してくださいね。はい。ここにも赤い紙落ちてるし。うん。レオだね。レオか。レオとか。レオだよ。あとだ、今日ね、父にね、麦茶がウーロン茶に変わってるんだけど。あっち。聞いたらね、全然気づいてなかったよ。すごかった。全然気づいてなかった。いや、何て言ったの？いや、なんか違わなかったって聞いたら、え？とかって言うから。いや、どうせまた鼻詰まってて分かんなかったとか言うんでしょとかって言ったら、実は麦茶じゃなくてウーロン茶に変えたんだよってな。もともとね、鼻のせいにするんでしょって言ったから鼻のせいにしなかった。あ、そうだったの、気づかなかったって言った。気づかないんかい。え、あそこにあったの？麦茶もね、結構違うね、そこで全然結構違う。色は似てるよ、割と緑茶とかじゃないから色は似てるけど、味全然違うと思うけど全然気づかないってさ。ウーロン茶の方がね、2倍ぐらい高いんだけど、え、3倍かな。ちょっと苦いっていうか、とっても値段も高いんだけどね、全然気づいてなかったって、うん、まあそんなもんだよね。おじさん、うん、ちっちゃそうだ。おじさん、うん、今勉強しようって思ったら終わっちゃったよ、うん、何持って、何でこれ、何拾ってよ。いや、なんかね、今日帰ってきてなんか何か喋ってる時に急になんか父怒り出したからさ。何かなんか、うちへ、ちょっと待って、うち NHK のお金払ってるのかみたいなこと言い出してね。え、毎年もう10年ぐらい前から1年間に2万4000円ぐらい払ってるよって、勝手に引き落としになってるからね、勝手にお金落ちてくるよって、もっちゃ後で拾ってって言ったっけね。いや、それ今すぐやめろみたいなこと言い出してね。急に出してね、やめれないからって言って、もともとお金払う時だってうち NHK 見えないですからとかって言って払わないようにね、断ろうとしたのに、いや、テレビあるでしょって、ね、NHK 映るでしょって言われて、映るってことは見るんだからお金払いなさいって言われて、いや、見ませんとか言っても、友達がね、見ませんって言った友達いるけど、いや、スマホ持ってるでしょって、スマホで YouTube で、テレビ、あ、YouTube じゃないや、スマホでテレビ見れるでしょって言われて、家にテレビなくてもスマホ持ってんなら全員払わなきゃダメだみたいなことで、その友達も払うことになったので、うん、もううちもそういう感じで、うん、断ろうと思ったけど断れなくて、あ、イーテレとか、あ、あれでしょ、そうそうそう、断ろうと思っても断れなくて、毎日のサラダとかで、今子供は見てる、払ってる、うん、最近は見てないけどね、ちっちゃい時は、なんかちゃん無理な登場で払ってるって言ったのに、なんかね、いや、じゃあそれだったら、
銀行から勝手にお金落ちるからね、銀行の口座変えよう、変えろとかって言ってきて、いや銀行の口座変えたらすっごい大変なことになる。未来のピアノの教室のお金もそうだし、まあ、家賃とか光熱費、携帯代も電気代とかも全部そうだし、ピアノのお金言うとけだし、幼稚のお金も全部、あと楽天とかアマゾンの買い物とかもう全てその通帳からお金下ろしてんのに、それ全部買えるってどんだけ大変だと思ってんの、無理だからとか言ってんのに、なんかずっとこうやってテレビをなんかずっとこうやってすごい怒ってた。なんそんなに NHK 嫌いなの、嫌いだとか言ってね急に帰って一人で怒ってたさ私よくわからないんですけど、私はテレビ見ないからテレビ自体なくてもいいですって言ったんだけど、俺だってテレビ見ないさとか言って、見るのはなんかアニメぐらいだとか言って、アニメ見んじゃん。そうそう、でもアニメはなんか YouTube とか、あと録画なんか DVD とか借りてくれば見れるからみたいな感じで、別にテレビなんてみたいなこと言い出して、ゲームに使うぐらいだって。ゲームに使うってこと見るんじゃん。終わった。いや、人ゲームに使うだけでテレビのね映らなくしよっかとか言って、あぶさん、なな終わったから借りてくれば見れるさ、テレビだから。いやでも父さ、歌うまなんちゃらみたいなよく見てるじゃん、うん、ね、音楽番組とかね、でもそれぐらいしか見てないからって言うけど、それ見てるからさ、結局見てるじゃん。見てください、こっつけちゃ、見かけちゃ、なんかね、わかんないけど急に怒るやつよ。どうしたらその気合入れてみたいなこと言うびっくりした、なんか嫌いなんだ。あ、これがね、こうやってね、位置みたいになってる。昔から NHK は嫌いなんだとこうやって、まあ全然わかんないけど、言いてるでしょ、うん、そう、子供はね、ちっちゃい時はすごいお母さんの、ね、お母さんと一緒とかみんな見、今だってストレッチマンとかみんな喜んでるんだけどとかって言ってて、俺は見ないとか言って、てかなんか知らないけどね。じゃあ見る、アメリカの今さ、はぁ、全然テレビ見てないからごめん、本当わかんないけどさ、なんかアメリカのさ、なんか大統領か何だかかんだかっていうのでさ、なんか揉めてんのか知らないけど、なんかあるでしょ。それでなんか、NHK はなんかこっちのいいところ分だけしか放送しないとか、なんか悪い分なんかわかんないけど、なんか NHK がひいきしたような放送してるのかな。それを見て父が怒ったのか知らないけど、なーなー、すんごい怒ってたさ、久しぶりに怒ってたよ一人で、うん、そうなの、うん、私もうニュース見てないからわかんない。いや、ファン全然、ね、見てないからごめんなさい、テレビ見てないんですって言って、大統領いいよくわかんないけど、とりあえずね、あの銀行すら買えるとか言い出してたからねそりゃ無理でしょって言って、じゃ自分で全ての解約ではね、契約の変更してくれるならいいけどね、何個変更しなきゃいけないの。幼稚園かでガチになるの、幼稚園のお金もそこから払ってるのにさ、幼稚園にも変更しますって紙だけ出さなきゃいけないしさ、もちろん父の会社の給料も変更しますって会社に出すし、もう全て、なんでこの間買ったさ、ショップリストの機能が届いたやつとかも全部、服とかもそこから降りるように今日設定してるし。服の話なんだけどさ、はい、明日ね、図工で、うん、あれ掴んだわ、黒いやつ、あ、ハンガー、うん、もう掘ったの、うん、もう掘り終わったの、うん、早いね、うん、3時間ぐらいでもう掘り終わった。うーん、何掘ったんだっけ。パンダ、かわいい。いや、母のなんて見せたいわ、もう捨てたよな、うん、最初かわかんないけど、自分の顔掘ろうみたいなやつだからね、それを掘るって難しいでしょ結構ね。それしかも自分の顔で、しかもあの可愛いアニメとかみたいな可愛い顔じゃなくて、本当みたいな気持ち悪いこういう目をね、みんな描かなくちゃいけなくて、本物っぽく描いたら結構気持ち悪いでしょ。その顔でみんな掘ってね、みんな気持ち悪かったよ。でも母のみじゃなくて、最初からね顔とか難しいからと思って、パンダさん描いた。なんでそんな可愛いの、いいな、パンも可愛いやつやりたかった。うん、なんか型とかあるわけね、自分で考えたパンダでしょ、うん、みんな動物なの。 あれね、見た、絵を見て描いた。何でも真似してやっていいのって言って、うん、見て描いたり、本を図書室の本とか自分で持ってる本持ってきて、へぇ、いいなぁ。ブドウ、え、レモンだよそれ、レモン、レモン描くのが楽しかったよ。え、何、難しいの描いてる人がいない、そしたら、うん、ん、描いてる、描いてるってか彫ってる、わかんない、みんな何やってるか知らない、私の男の子の友達でパンダ描いてる人を見たけど、なんでパンダ人気なの。いや、2人ぐらいしかいなかったよ。りょうくん、そんなにいっぱいハイチュウとか食べられるの。りょうくん、何個なの。5個、6個、1、2、1でしょ。1しか数えられないらしい。それで、2でしょ、3、4、5、6、6個のうちの1つ食べました、うん、
レオくんの今日のおやつは今飲んでるカルピスとハイチュウとプッチョ6個です。ナナちゃんはペタググミのレモン味です。ももちゃんは袋はペタググミのコーラだけど中身はペタググミのぶどう味とプチッと果物のぶどう、両方ぶどう味じゃない、レモン味、うん、プチッとのソーダか。そうだね、あ、そうだね。え、開けれないの、ちょっと超だ、投げた。あ、これなんかミラが一番美味しいって言ってた。砂糖にしつつ、桃も一回食べてみたいな。まだあるんじゃない、ないよ、青い、あの、さくらんぼもないやつだけ、青いこれだけど。もーちゃん味噌汁奥にやったら、あれ、これもある、それメロンかな。おやつなしにしてこれをめちゃめちゃたくさん食べてる。それたくさんじゃないですか、十分。じゃがいももうないんですけど、うん、芋が、それ芋、うん、3個すっごい大きいでしょ、皆さん見てください、この芋めちゃめちゃ大きいです。メイクイン3つか4つか入ってますから、全て入ってます、ここに。うん、俺たちが買った芋です。俺たちが買った芋です。マニチュールだ、マニチュールだ。あれ2リットルだったね、結構すぐなくなっちゃったね。これなんかねえ、ももだけな、ももだけ払ってもらうの、なんだよ、なんだ、ももくれるって、ちょっとよかったね、さくらんぼだよ、なんだ、さくらんぼ、じゃあ来たら、なんだ、さくらんぼ、さくらんぼもうないの、もうないの、さくらんぼ、の大きさも多分ないの、ないよ、多分、じゃあももちゃん半分あげな、メロンだよこれ、え、なんでさくらんぼ嫌いなの、なんでってか全部ベトベトしてんの。すごいさっきからベトベトしてんだけど。あった。ある？うん。あるってした。なの頭から取るでしょ。これは違う。有名だ。一個しかないけどね。これ一個しかない。あ、これは美味しいわ。メロン。メロン。これは一応お家だからって食べてみたいですか？あ、食べた。レオじゃない、ナナしか食べない。みんな食べたの？これレモン味は食べてもないの？前母が買った時に一つ食べた。ああ、レオは？まあ少し美味しかったけど、はい、まだ食べたいとはならなかった。やっぱブドウとか、ね、メロンソードだっけ、あれ、うん、の方がいいよ。あとコーラと、ママだから、あれ4種類、ぶどう、メロン、メロンソーダ、コーラ、レモン、ナナいっぱい、ナナこれいっぱい食べてるから、ぶどう、コーラ、レモン、これ、あ、これナナいっぱい食べてるから、おいしい、うん、ナナしか食べてない。このね、このお芋の一口で食べるのがおいしい、おすすめ、うん、ね、これ食べたらいろんな味になっていつでいいよ。いいなばね。熱くないでしょうか。熱い。熱くないよ。熱くない。今度さ、じゃあ七味だけ向け。細切り炒め食べ放題と。土曜日の昼とか、ね。うん。あとね、あれしたい、ラーメン2枚。
それやだー、ラーメン2人前やだ。だってなんかあれ1人前でもさ、母的にさ、すごい体になんかあまりいいものな気が してないんだよね。しなくない？なんか野菜とかさ、なんか入ってるわけじゃなくて、ただのなんか塊食べててさなんかあまり体に良くなさそうなのに、それを2人前も食べるってなんか 悪い気するんだけど。しない、しない、しないのかな。冬休みとかにしたら、うん、じゃあ、細切り手の食べ放題は今週の土曜日の。それさ、あの食べ放題ってさ、一体何個作ればいいの？いつも何個だの？だってさ、あの鍋にさ、1回分、2回分作ったよね。1回分じゃあさ、なんか全然足りないみたいな感じで、あ、2回に分けるのはやってないっけ、うん、2回に分けて作んなきゃなんない。1回、鍋山盛り作ってもダメだと思う。うん、すぐ食べ終わっちゃった。一度にさ、すんごい大量は作れないからさ、火通らないからさ、なんか煮たりするわけじゃないからさ、蒸してる感じ。大量にできないんだよね。まだラーメンよりかはめんどくさいけど、体のこと考えたら芋の方がまだいい気がする。ナナちゃんいや、なんでそんなに一度に同じもの食べるの。ナナちゃん食べるよ。だって幸せなんだもん。とってもめんどくさいよ。一回自分で作ってみたらいいんじゃない。うん、まず細く切るのがまずめんどくさいでしょ。その後なんか折れそうになりつつも結構時間をかけて炒めてるっていうかな、あれ結構めんどくさいよ。まず切るのが結構めんどくさいよ。きっと未来がやったらね、あのマックのポテトぐらいの太さになるじゃん。まず皮むくとこかめんどくさい。まず私それできない。それすっごくめんどくさい。多分今一袋じゃ足りない、二袋ぐらい。未来の誕生日にしてほしい。遠すぎます。いやでもせめてそういうやつ、うんうん、よこい。暑かった。母幼稚園と時きた、うん、お父ちゃん、なんかさ、うん、エルクになったら全然そんなことやなんかスイートチェンジンから、なんかね、誰かってね、チェンジンから、なんかね、落ちた、音落ちたったんだよ。落とした、うん、何を嫌いって何やそれ。でね、糸を飲んでね、ラフランス言っちゃったんだよ。梨みたいなのよ。ペシナ、それは誰かにあげられない。ティッシュにくるんで、ペシナ。はい。何結構好きだろうね。僕なんだか悪いです。いや、口もだって噛んでるもん。ん？噛んで、噛んじゃってる。ぐにょぐにょぐにょ。ガムみたいに。結構好き嫌いがあるらしいです。ちょっと見て。これだけ食べれるの？これは普通じゃない？これリンゴ。うん。いっぱい食べれるでしょ。なんか前、ジュース、なんだっけ？リンゴジュースが何本も買ったでしょ？そんな、したら嫌いなんじゃん。いや違う、味じゃないけど、味じゃないけど、その味本物 100% みたいな。それじゃないよ。それじゃないけど、ね、おいしい。うち毎年ね、母子供の時、毎年秋になったらリンゴが4箱も届いてたよ。1箱あれ40個ぐらい入ってるのかな。なんで？母のお父さんの実家岩手県とか青森とかそっちの方なんだけど、うん、岩手なんだけど、うん、そこから4箱、すごくない？超大量。1箱に多分40個とか入ってかね、160個。すごいっしょ。近所中に配ってさ。はい、切れよ、切れよ。え、食べたの？何個ぐらいあげたの？え、一つの家に6個とか、うん、え、もう何個のジュースだ。まだジュース入ってくる。あ、飲みな、ん、飲みなよ、ジュース。その間に、ね、おしゃべりタイム。ミラーも食べようってないし、ミラー早く食べないよ。ははでは何味一番、ジュース飲みなって。では何味一番美味しかったの。だからセンセルいいよ。もう最後美味しいのでよかったね。
で、さくらんぼとラフランスが苦手で、あと2つ。あとこれだけだよ。ではあれかもね、ハイチュウよりプッチョの方が好きかもね。プッチョの方がお子様って感じ。ハイチュウはなんかちょっと本物って、本物の果物って感じ。ああ。高級感がある。いやそれさ、プッチョとさ、ハイチュウのさ、はい、カラクラちゃってるよ。早く。名前違うし、感じも違うから分かってない。まあ、入ってんじゃん。あー、ハイチュウはプッチョのパクリかって、うん、あ、逆。ハイチュウが先だけどね。プッチョパクリだけど、プリが入ってるから別もんだよね。まだ入ってるって。うん、そうだね。ね、ハイチュウがうまい。分かったよ。両方ともうまい。あれ？入ってたのはハイチュウだと思うよ。読んだ。母の昔のね、携帯の時のね、スマホじゃなくて携帯の時のね、着信の音ね。怒ってる。プッチョだったよ。ん？プッチョ。いやー、消しといて。ナナとママでしょ。何のプッチョ？未来もそれ歌ってたよ。母の携帯になるたびに未来も歌ってたよ。ん？ありがとう。これをちゃんと閉めてほしいけど。え？なになになに？プチ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 はい、やってるよ。はい、くやっぱり入ってる。面白いですね。はい、やってる。何、読んだの？うん、うん。なら飲み終わったよ。海は？はる。もうじゃ飲んでからでしょ。レオも食べ終わってないから。どうさいっぱいあるに毛ついてる。今ゴミ取ったで。もうない。1個だけ。好きな言葉はだってレオくん。好きな言葉はレオくんは何かな。好きな言葉はね、サバホーラな。好きな文字なんで。なんなのだってもっとこっち行って。でっかいから。でっかいから。よくわかんない。あと点がついてる。難しくね、バランス取るのね。七瀬のな、桃なのな。え、でもね。でもね、いけるよ。はい。なんだの？だからだいはい。じゃあもう一回。みんな。だからだいはい。